皆さんこんにちは横浜市立大学医学部看護学科基礎看護学領域教員の佐藤美穂です今日は私の方から人の生活を整えるための援助ということをテーマに授業を進めていきたいと思います授業を始める前に私が担当している基礎看護学というものについてご紹介させていただきます 皆さんご入学されますと1年生の最初の時期に「看護学概論」という授業で看護の,ものの見方方、方や考え方捉え捉を学びますそしてその学習をベースにして「基礎看護学方法論1」という科目で看護をを表現すする力を養っていきますその後続けて「日常生活援助技術」や「フィジカルアセスメント技術」 といった看護の技術を学びそして1年生後半には病院の看護師がどのような役割や責任を果たしているのかということを見学するための基礎看護学実実習習1といいう実習を行います続けて2年生になりますと看護の対象者の方々に向けて看護をどのように実践していけばいいのかということを考える手法として看護過程というものを学び さらに移行医の一部を補助するための診療の補助技術というものを学びますそして2年生の夏には初めての受け持ち患者さんをご担当させていただく基礎看護学実習にという実習に出ますここで一旦基礎看護学の学習は終了いたしますが選択していただいた方についてのみ4年生になりますと基礎看護学領域で卒業研究を行います 今日の授業はこちらの日常生活援助技術について簡単に触れていきたいと思います皆さんは看護師の業務の範囲というものをご存知でしょうか看護師の業務は保健師・助産師・看護師法という法律に基づいて次のように定められています症病者まあえー、怪我や疾患をお持ちの方々ですねあるいは女夫 こちらは、出産後、正常な母体に戻るまでの過程にいらっしゃる女性のことを意味しますが、こうした方々に対して、療養上の世話、または診療の補助を行うことが看護師の業務として定められています。療養上の世話とは、生活環境の整備やお食事、正式といった清潔行為、あるいは排泄の世話など、日常生活を整えるための援助のことを意味します。 こちらの援助は看護師の主体的な判断と技術に基づいて行われています診療の補助というのは注射や採血点滴といった異行為の一部についての補助ですこちらの診療の補助行為は医師の指示に基づいて行われているものです今日お話しする生活を整えるための援助というのはこちらの療養上の世話に該当します 皆さんもそうだと思いますが人間の日常生活というのは実に様々です10人いたら10通り100人いたら100通りの生活スタイルや日常生活の送り方が存在し得ますまた日常生活に対する価値観も人それぞれ多種多様ですさらにその日常生活の在り方はいつも同じとは限りません その時々で人々が求める生活の内容や程度は異なってきますし、えー、皆さんその時のその人の状態に合った方法で生活を営んでいらっしゃいます。健康上特に大きな問題がない場合は、えー、皆さんお一人お一人が自分の力でこの日常生活を営んでいらっしゃるかと思いますがひとたび健康状態を崩すと。 ここうういいっった日常生活を自力で営むということが難しくなってくなてるケースもありますそのような看護の対象となる人々が安全安楽に人間的で健康な日々を過ごすあるいは一人の生活者として希望する生活を実現していく自分らしくいられるような日常生活を送る。 そして心身ともに健康な状態に近づいたり維持したりするこうしたことを目指す援助が日常生活を整えるための援助で我々看護師が行っている援助となりますいわば看護の対象となる人たちが希望されるような日常生活を営んでいくことができるようなお手伝いをさせていただいているとも言えますなおこれ以降は看護の対象となる人々 を対象者という言葉で表現させていただきますではこの日常生活を整える援助を行っていく上でどのような基盤を私たちは培っていく必要があるのでしょうか大きく分けるとこちらの2つに分けられます1つは日常生活を整える知識や技術具体的には人間の日常生活行動の特徴に対しての知識 あるいは日常生活行動を援助するための方法に関する知識や技術そして対対象者ののの日常生活にししててニーズをを捉える力のことを意味していますまた看護援助は全てにおいて科学的根拠に基づいて行われていくものですので援助の科学的根拠を理解する力もこちらに含まれていきます。つ目の基盤が 看護専門職としての態度や姿勢です対象者との間に対人関係を構築する力対象者の個別性を配慮しようという姿勢そしていつでもいかなる時でも対象者の安全や安楽を確保するための技術さらには医療,専門職医療専門職者としての高い倫理観に基づく 対象者の尊厳を守っていこうという態度や姿勢といったものがこちらに含まれていきますこうした基盤に基づいて私たち看護師は対象者に合った援助というものを考え実践していきますそのためにはまず対象者を深く理解するということが重要になります対象者はどのような生活を送りたいのか対象者が日々大切にしていらっしゃることは何なのか そして対象者は日常生活を送る上でこの援助を求めていらっしゃるのかどうかということを理解していくことが必要となります。そのためにも対象者に対して積極的な関心を持ちましょうそして対象者のあらゆる側面に目を向けて多角的に深く洞察していきましょう。 地域や医療施設には非常にさまざまな対象者がいらっしゃいますのでそうした対象者のお持ちの多様な価値観を受け入れてていいいここううとと姿勢も持っていくことが必要です。そしてお一人の生活者として対象者がどのようなニーズを抱えてどのような感情をお持ちなのかということを想像する力ということも対象者を深く理解していく上では重要です。 対象者への深い理解もに基づいて次に皆さんに行っていただきたいことそれは対象者に合った看護援助を考えるということです対象者はこの援助を実践したらどのようにそれを受け止めるのだろうかこの援助は対象者の生活上のニーズを満たし得るものなのかどうかそして何よりこの援助は対象者にとって安全で 安楽ななものなのかかどううとということを考えてていってくださいそうした多角的な視点から援助を考えていく上でも健康上の問題にとらわれるだけでなく生活上のニーズ心理面や社会面のニーズも捉えていくということが必要となります。 そして、対象者がお持ちの価値観や大切にしたいと思っていることを援助の中にいいいいかか、かにに反映ささせててくく尊重していくかととうことも必要になります。さらに看護師としての視点からだけではなくて対象者のお立場に立ったりあるいは第三者的な客観的な視点からその援助の適切性を眺めていくということも重要です。 また、やみくもに援助を考えるのではなくて、看護の理論的根拠、技術の科学的根拠もしっかり確認した上で、より適切か確実な援助が実践できるようにしていく必要もあります。では実際にここで、測欲という日常生活援助の具体例を例に挙げながら、皆さんと一緒にどのように援助が実践されていくかということを見ていきたいと思います。 皆さん足浴というものを聞いたことはありますでしょうか、まあ、一般的には足湯というふうに表現されたりもしていますがこちらの足浴という援助は足を温める援助にはなるんですけれども入浴とほぼ同等の効果が得られると言われていますですので疾患などでお風呂に入ることができない対象者からは非常に喜ばれる援助の一つでもありますまた清潔行動は まあ測欲に限らずなのですが対象者のお好みや価値観を反映させやすい援助の一つとも言われていますですのでお風呂に入れる入れないにかかわらずこの測欲の援助を行うことで対象者には非常に喜んでいただくこともできますそうした保温の効果や価値観を反映させる 効果だけではなくてもちろん足の皮膚の清潔を保ったり清潔を保つことから爽快感を得ていただくこともできますしお体が温まりますので睡眠が促されるといった効果も期待できます。 また体が温まることによってリラクゼーション効果も得られますし全身のどこかに痛みがあるあるいはお傷をお持ちの患者さんに関してはこの足浴を行うと痛みを和らげたりお傷の治りを促すこともできますので非常に多様な効果を期待することが可能な援助と言えましょう実際に足浴を実施する上ではただ単に足をきれいにする。 足を温めるだけではなくて実は私たち看護師はこれだけのさまざまなポイントを抑えながら援助を実践しています例えば対象者のニーズはどのような部分にあるのだろうか対象者は食欲に対してどのような効果を期待しているのだろうかそして、えー、期待されている効果やあるいは対象者が日々清潔行動に対してお持ちの価値観をどのように尊重していけばいいのだろうか 即浴の援助を実施中に対象者は気持ちいいと感じてくださっているだろうかという視点から対象者の反応を見たりあるいは使っているお湯の温度が適切で心地よい温度になっているかどうかということも常に観察しながらこの援助は実践されていきます。 その他に、肌を露出する援助にもなりますので、プライバシーに対しての配慮も行っていますし、援助実施中にベッドから転落したりすることがないように、安全面に対しても配慮を配っています。そして、何よりも自分自身が援助実施中に対象者にとって危険な行動をとっていないかどうかということも、 常に確認していかなければなりませんので自分自身の行動や姿勢に対しても気を配りながら援助を実践していますではですねこうした非常にさまざまな視点で配慮をしている「即欲の援助」ですが実際に本学の実習室で行われている即欲の援助の様子を皆さんと一緒に見ていきたいと思います。こちら 映っているのは本学の基礎看護学が使っている実習室になりますこちらで看護師役が患者役に対し対象者役に対してこれから足浴の援助を実践していきますまず対象者のベッドサイドに伺いこのような形で対象者の足浴に対しての希望やお好みを伺っていきますそしてこのご希望を伺ったりニーズを把握することができたら 対象者のプライバシーに配慮してカーテンを閉めていきそして援助を実践していきやすいように場の環境を整えていきますこちらの対象者は起き上がることが難しい状況でしたので寝た状態で即欲の援助を受けられることをご希望されましたですのでベッド上がお湯などで汚染されることがないようにこのように防水シーツと呼ばれるものやバスタオルを敷き 場の環境を整えていきますそしてお湯の準備を進めるにあたって露出されている足が冷えることがないように一旦タオルケットなどを使ってて保温していきますお湯の準備が整いましたらこのような形でベッド上にお湯をのせ掛け湯などをしながら湯の温度が適切かどうか快適かどうかというのを実際に対象者の方に伺っていきます。 そしてお湯の温度の確認が取れたら対象者のご希望に合わせてボディーソープなどを活用しながらしっかりと足の皮膚を洗っていきます洗浄が終わりましたら今度は新しいお湯でしっかりと皮膚についた泡をすすぎ落としていきます。このような形でお湯を使って お湯が肌に残っていると、すぐに足は冷えていきますので、バスタオルでくるむなどして、保温をしっかり取っていくように配慮します。すすぎが終わりましたら、お湯を危なくない場所に片付けた後で、しっかりとタオルで足についている水滴を拭き取っていき、そして対象者が来ていらっしゃるシーン、 カジャマののようなものですね。こちらを整えてそして援助前のの状態にベッドの周りを整えていきます。せっかく温めたお体ですので、えー、冷えることがないようにタオルケットからお布団に掛け替えてそして何かあった時のためにナースコールを対象者の手の届く範囲に設定して、えー、援助は終了していきます。 私たちの基礎看護学領域ではこうした日常生活援助は看護師役対象者役観察者役の3つの役割を体験しながら皆さんに学習を進めていっていただいていますこの3つの役割から得られる3つの視点を大切にしながら日常生活援助のあり方について理解を深めたり 考えを深めていったりしていますので最後にこちらの3つの視点を皆さんにご紹介したいと思いますまず1つ目が看護の視点です看護師という役割から対象者にその援助は適切なのかなぜその援助がこの対象者に必要なのかということをしっかりと考えて理解を深めてもらいますそして対象者の尊厳を守るための姿勢や態度行動についても十分に考えてもらいます 2点目の視点としては生活者としての視点です援助を受ける対象者の役割の体験を通して日常生活援助をどのように感じるか日常生活援助を通してどのような生活を実現したいと考えるかということをしっかり考えてもらいそして対象者生活者としての視点を皆さんには養ってもらいます。3つ目の視視点点が俯瞰的な視点ですこちらは 自分の目の前で行われている看護師と対象者の看護の営みというものを客観的に観察しそして全体像を眺め対象者と看護師の間の相互作用やその援助が対象者に及ぼす影響あるいは援助を通して看護師がどのように感じているかということをしっかり捉えてもらいより良い看護援助とはどのようなものなのかということを理解していってもらうようにしています。 この3つの役割は個人が同時に体験することも可能ですしにに学ぶ仲間も一緒に経験しています自分自身の中で考えたことを自分自身の中で統合してそしてさらに共に学ぶ仲間と共に共有し日常生活援助の在り方について深く追求していくこれが基礎看護学で行われている学びになります。 ぜひ皆さんも一緒に日常生活援助について考えていけるそんな機会を私たちは楽しみにしています。以上です。ありがとうございました。